ははいどうも皆さんこんこにち、えー、225冊目ですね。ということでまああのー、前々回ぐらいからはあの割と大腸でなかなか読めない読みたいけど読めない本みたいなね、えー、読みたいけど読めない本っていうのは読めないんですよですからまあ,あのなんかなんか永遠に多分自分のものにならないであろう本っていうのはう世の中にいっぱいあってまあ確かに世界中の本を読むことはできませんからね、えー、なんですけどまああのそれの代わりといってはなんですけどもえー 私でよろしければそういうのをちょっと読んでみてえまあ,あの皆さんに読んだふりをしていただけるようなものになればいいなと思いましてですねそれで紹介したいと思うんですけどもえ今日は「プラトンですねプラトンの国家というあの言わない文庫でもこうやって上下にいかんのこの分厚いやつでえまあプラトンを書いた本の中では最,最長編にあたりますかね。あのー 法律って本もあるんですけどもそれに並ぶだけの、はい、こんな本ですね、えー、ものがありましてまあこれ今は i n d l ルってその電子ブックでも読むことはできますんで、えー、まああの読み,読み方はいろいろできますそれで図書館には文庫本はちょっとないんですけども、えー、立たないですねこれね、まあ、立つねあのプラトン全集が全16巻が図書館に入ってますので,でその中の11巻にですねまああのこの国家の中の主人公の一人でもあるですねクレイトポンっていう人がいるんですがそのクレイトポンっていう短編の本と えー、それに合わせて「まあ、国家というのがあって、まあ、これもかなり禅宗の,の中でも分厚い位置を占めてる、えー、本なんですね。でまあプラトン自身はもうずっと大昔の人で、まあ、紀元前430年ぐらいですかねぐらいの人なんですけども、まあ、ギリシャ時代の人にしては80歳まで生きたってことでかなりの長寿を誇った人ではありますね。それで、まあ、あのプラトン自身は若い時は実は、えー、レスリングやってたレスラーだったんですね。 でレスラーの時のリングネームがプラトーンっていうんですね。プラトーンっていうのは肩幅の広いやつとかおでこの広いやつっていう意味で、えー、皆さんが知ってるかもしれないミケランジェローがアテナの聖堂っていうまあ大きい壁画を描いてますがその時にアリストテレスとプラトンがね、あの点を指すプラトンと。 地をすすアリスストテレというのは対照的にに描かれた、ね、絵が正面にありますねそれでなおかつあのアリストテレスがミケランジェロがモデルでそれでプラトンはダヴィンチがモデルというねラファイロのもすごい絵がありますけども、まあ、そこに出てくるプラトンも、まあ、確かにちょっと頭がはぎ上がっててねあの、まあ、哲学者善とした感じの人ですよねそれはね、えー。しかしどうも若い時からプラトンの先生はそうだったみたいで。 えー、だからまあリン,グリングネームなんですプラトーンっていうのはねだからジャンボをつるったみたいなもんですからね古いっすね他に浮かばないんで、ねまあ、アントニオ猪木はもちろんいますけどまあそう,そういうやつストロング小林とかねもっと古いですね、えー、そういうものが、あのーまあ、プラトーンっていう名前だったみたいででも、まあ、プロレスプロレスではないので、ね、レスリングですねレスリングが古代ギリシャのレスリングっていうのはこう2つ方向性があって1つはまあ言ってみればスポーツ、ね、体育というアスレティックというものの重要性があって、まあ、当然ギリシャ時代古代ギリシャだから 女性にまあ、そういう、なんかたしなみってのは与えられてませんので。まあ、男性、特に男の子のね。まあ、スポーツ、思考みたいなもの、一つとして当然レスリングがあるわけですね。もちろん、今のレスリングと違って、そういう格闘技的なものではなくて。もっと競技に近いものだったみたいですね。ただ、よくわかりません。それはね。もう一つは、まあ、プラトニックラブって言葉で明らかなように、いわゆる少年愛ですよね。で、そういうものの、まあ、一つの場として、そういうレスリングっていうものがあったと思われますね。 でまあ、でもなかなか成績が上げられなくてあのレスラーを諦めてしまったプラトンはまあそこから一回外に出ますアテナイを出てですねそれでまあ詩を書いたり劇曲を書いたりするんですけどもそれもなんか鳴かず飛ばずでうまくいかない今それは全く原稿が一切残ってませんけどもで何かの機会でおそらく20代の初めでしょうねソクラテスに出会うんですね。 すでにソクラテスは、まあ、プラトンの本の中に出てくるんでソクラテス自身は本書いてませんから、えー、ソクラテスの行ったこととか言ったことは全部、まあ、あのプラトンのね、まあ、一番有名なのはソクラテスの弁明って本がありますが、えー、この本の中に全部書いてあるんですねでまあ,あの随所随所にプラトンのなんか前宗なんかをこう紐解いていくとソクラテス先生は必ずいろんなところに出てくるんですねでソクラテスはまあプラトンがやってたようにっていうかソクラテスの真似をしたんでしょうけどもいわゆる対話という形でね えー、全くその問題についてあの知らない人とか理解してない人に関してもほとんど話をこう話題を持ち込んでいってで、まあ、議論をする形で、まあ、あの話の内容をこう鍛えていくというねでそういうやり方で、まあ、あの勉強っていうのをすることを勧めてた人なんですね。でまあソクラテスに出会ってからプラトンはだいぶ変わったみたいでとにかくその哲学をすることって、まあ、こ,の前この時代の哲学をするっていうのはまさにフィロソフィアだから知、えー、を愛するってことですよね。 えーまあ、あのフィロソフィーって言葉は日本では西山根って人が哲学というふうに訳すようになりますけども、えー、別にあのその時まだ愛知県ってなかったから愛知と言ってもよかったんですよねそしたらもしかしたら今の,てあの愛知県が哲学県になったならないですかね、えー、かもしれない別にじゃあ愛知県はフィロソフィーを別にねあの日本語に訳したわけじゃありませんから、ね、で本来なら、えー、フィロソフィーっていうのは、ね、フィロスとソフィアですねでソフィアは地ですね、まあ、本来は地はあの上智大学の地であの日にちの日が下につくような地ですだからもうちょっと形式だった地なんですね ただの情報とか知識っていう意味ではなくてもっとちゃんとした知ということでね。でまあ,あのそれを愛するとねフィロっていうのは好きとか愛するとか好むという意味なので、まあ、だから愛知って言葉が当てはまるんですが、まあ、この時の知っていうのは一体何なのかっていうことがプラトンにとっては長年の課題でそれはもうギリギリまであの研究し尽くして、まあ、あの最後までできずに多分80歳で亡くなるんですねアリストテレスにいろんなことを全部教えてね。その基本となるのは善の,のイデアっていう言葉がまあこの国家の中には出てくるんですがそれがまあ最も重要な えー、ものになるんですねで、まあ、前の意見に関してはあのこう例えば「プラトンのイデアロー」なんて本がこれは図書館にもあの置かれてる本ですけどもまあたくさんありますこれはね。プラトンについての本っていうのはプラトンがな昔の人だったこともあってたくさん本があるんですねこれね、えー。比較的最近の哲学者だとそんなにたくさん本はないわけですよね。だだからそれは時間の問題だと思うんですが でただ何よりも西洋なんかでは例えばホワイトヘッドなんていう20世紀の哲学者があの家庭と実在、まあ、いずれこれも扱うかもしれませんがその本の中ではそのヨーロッパの哲学的な伝統の一部はプラトンの解釈にすぎないとそういうあのヨーロッパっては2,000年かけてプラトンをずっと解釈し続けてそれを哲学と名付けてるんだっていう、まあ、かなり痛烈な批判を 哲学全般にしてるんですねだからホワイトヘッドはそれとは違ったあの哲学の体系を作ろうとしてたみたいですけどもまあそれについてはまたホワイトヘッド紹介するときに申し上げますけどもでもまあそういう感じであの進められていったのがプラトンでしただからソクラテスのそばにいたんですそれでまああの当時ギリシャは結構あの戦が戦って言い方古いですね戦争がねまあとても流行ってて流行ってるとおかしいですけどまあ、戦争ばっかりだったんですねそれでまあ民主制が打倒されて軍人政治になったりそれがまた打倒されて独裁政治になったりっていう形でまあ最初 最終的にはまあ民主独裁みたいな感じのあの軍人でもありながら民主政治を行うってまあちょっと変わったタイプの政治体制がまあ実現した頃にえソクラテスが告発されるんですねで。要するにソクラテスが告発された理由はその若い者をたぶらかして、えー、まあ要するにフェイクなニュースを流すっていうかねまあ,あの偽りの言葉で若い者たちをたぶらかしたという罪ででまあ、当時は今の日本と同じ裁判員制度で素人さんが一般の人があのそういう、まあ 刑を決めることがでできたわけですねでその結果アリストテレスは、まあ、死刑というのは確定されるわけですね。でまあ,あの弟子たちはここ辺はもう即座スの弁明にも書いたりして有名なことですけど、えーまあ、みんなが逃げるようにこういろいろ逃亡のルートとかなんかを、まあ、探したりなんかするんだけども即座スは一切逃げずにね、まあ、一応裁判の場裁判所っていうのはないんですよ裁判の場ではオープンなんですよ外であの全部自分の罪があ無実であることをちゃんと自分でこう言わなきゃいけないんですね。 だからあの簡単なこと言うとギリシャ人が訴えられた時には声の大きいい人は勝てるかもしれないですね声が小さい人は聞こえないってことで死刑とかなっちゃうかもしれませんねこれね、えー、ソクラゼスはどうもあのもちろん弁論の名人ではありましたから朗々、まあ、とその自分の罪が罪ではないということを、まあ、多くの市民に諭そうとしたんですけどもまあ、やっぱり知性のある人とか何か力のある人は時,時として恨まれたりね。 あるいは憎まれたりしますから、まあ、その例に漏れずにソカテスはまあ死刑ということで自分自身もまあ悪法もまた法なりということでそういう法があってもその自分は法に従わないということでは無法者になってしまうからということでまあ独あ杯を仰いで死んでいくということになるんですね。でプラトンにはこれはとても理解できないことだったわけですよ。だって悪いことしてないんだもんってことありますよね。 しかしところがね、今の大学とは違うんですよ。あるなんかウェブで見たんですけど、京都の超有名な国立大学って多分、京大しかないと思うんですけども、えー、そこの京都大学というある大学、あるじゃないですね、もうね大学で、あのまあ、哲学を教えてる先生が、ソクラテスの弁明について、あの新入生に意見を求めたところ、半分以上の人が、ソクラテスの死刑は真っ当なもんだと。なぜなら法に従ってるから。 だから法に従って死刑になっているのは何がいけないのかっていうのが半分以上いてその先生はもう哲学の教師をやるのをやめたいって書いてましたねつぶやいてね。えー、だからまあある意味恐るべき時代なわけで要するにそれは法に従ってさえいればいいかっていうと法がそもそも正しいかどうかっていう吟味がなされないわけでしょ。 あるいはその法を作った国家というのが本当に正義の何もとにおいてね、まあ、正義についての本は一度扱いました,扱いましたけどもそういう正義の名のもとにおいて運営されているかどうかこれ分からないですね吟味しないとねでそういう吟味の道筋を最終的にはプラトンはこのまさに「国家」というタイトルの本の中でね ポリテイアというのがギリシャ語のタイトルですけどその本の中でまあ明らかにしていったというところがあるんですねだからまあもちろんプラトンにとってはソクラテスの死ていうのは本当にまだ若い20代だったから理解できなかったところもあるけどもその後まあギリシャ中を暗んしてねあちこちでまあソクラテスと同じように対話というのを繰り広げて、まあ、それはいろんな本になってますけども最終的に40歳ぐらいの時にアカデメイアっという土地があるんですけどもこれ土地の名前なんですね。 でどうもプラトンはそこに、まあ、なんか小さいあの家作を持っていたみたいで,でそれをかなり広げて、まあ、そこに図書館とかねまあ,あのギブナスティックですねジムとかねあるいは教室とか,なんかいろんなものをまとめて、えー、作ったのでそれを土地の名前をそのまま使って学校にしたんですだからアカデミーアカデミーと言いますね。 でこれはもうプラトンが亡くなった後もプラトンの甥いっ子だったかながアートを継いだりして、まあ、随分長いこと運営をされてたみたいですアリストテレスもここに、えー、若い時に来て、まあ、途中で出て行ってしまうんですけどもやはりそのアカデミアで勉強してたわけですよねだからあのプラトンが目指してたのは実はその国家の運営に最もあのふさわしい人物っていうのは軍人でも貴族でもなくてましてや民衆でもなくてですね非常に知的な哲学者であるっていう、まあ、かなり理想的なことを言うんですね。 でその哲学者による鉄人,、まあ、人政治ですよね、その鉄人政治みたいなのをどういうふうに実現したらいいかということを、えー、特にあプラトンはこの本の中で朗々と、特に前半部分、これは全部で10巻になってるんですけども、えー、だから国家だけの問題じゃなくて、今申し上げたような正義の問題であるとか、あるいはそのイデア、まあ、イデアっていうのは真実のことですよねで、その真実というのをどうやって、まあ、獲得したらいいかってことですね、真実は情報じゃありませんから、えー、情報っていうのは、なんか真実を描こうとするためのなんか輪郭に過ぎないわけですよね。 でも世の中そのものにはそのイデアっていうものはまあ存在しないわけです。イデアっていうのはあの存在しなくてもみんな知ることができるもんですよね。でまあここでソクラテスじゃないやプラトンが言ってるいやまあソクラテスが言ってるってことでプラトンが書いてる有名なところっていうのはそのイデアっていうのは例えば四角形とか三角形とかを想像すればいいんですね。でそういう図形は、えー、書いてみれば書くことできますけども絶対に四角形じゃないし絶対に三角形じゃないですよね。 つまりそれは三角形とか四角形という理念、まあ、この理念を英語ではイデア,イデアと言いますけどもだからそういうイデアがあるからこそそれを三角形とか四角形という形で共有できるんですねそもそも線というものにはもう太さがあるからそれは線ではなくて図形ですよね,ねだからそういう形で言うとキリがないわけですでもそれは三角形というものが一つの理念として成立していれば、まあ、多分それは後にカントだったら物自体なんて言い方をしてね物に潜むあの最も真実の場面 だから三角形っていうのは僕らが書いてる三角形は絶対三角形じゃないし6 0か× 3にはならないわけです正三角形はねでもそこには正三角形っていうもの自体が隠れてるわけですからだからそういう意味でプラトンっていうのはこのイデアっていうのをそんなふうに考えてでもちろんそれは一つの事例だけどもあのそういうものをまあちゃんと分かることができる人たちこそがまあ真実の哲学者になれるわけで,でそういう人たちが王にふさわしいんだってことをまあ言うわけですね。でまあ、この中でまああの中で学生 高校生ぐらいかな倫理社会とかの教科書によく載ってるあの、まあ、洞窟の比喩っていうのがねあって、まあ、その洞窟のところに囚人がいて囚人は壁しか見れないのねで洞窟の,その囚人の背中の部分には、えー、まあ火があってねでその松明の火が火と囚人との間にまあなんかいろんな人が、えー、いろんな人形とかなんかを動かしたりね自分の,あの姿をこう通らしたりするんですねそうすると火炎越しにその影が囚人の目の前に映りますよね。 でも囚人はまあ家庭ですから思考実験なんでその洞窟の牢屋から一度も出たことがない人たちなんですね。従って自分の目に見える壁に映る世界が真実の世界なんですよね。影がね。影こそが真実だということで,で。ただまあその中でもその囚人の中で優れたものつまりその影の中でも同じ人間でもちょっとここが違うとかディテールが違うとかねなんか大きさがどうだとかちゃんと観察ができる人は解放されるんですね。 解放される時後ろを振り向くとものすごい火が見えてて炎が見えてまあ、眩しくてしょうがないんですねしかしその炎の向こうにはさらに太陽があるわけですね外に出ればねでその太陽まで導くことっていうのがあってその導かせるリーダーも必要なんだけども、えー、一回導かれるとその人は初めはもう眩しくて太陽なんか見れないんですけども、えー、一回太陽にこう慣れてしまえばあの今まで自分が見ていたものが真実じゃないってことに気づくわけですねでまあここから2通りあるんですけどもだから二度ともう老家には戻らない 囚人にはならないっていう立場もいて、それはそれでいいんですが、もう一つの立場は、いや他の囚人にもこの真実を知らせてあげなきゃいけない。当然だからこれは太陽っていうのがイデアの比喩ですよね、真実ですよね。だからその真実の影まさにね、あるいは真実のフェイクっていうものを見せられたってことをみんなに知らさないといけないんですよね。 でそれでまたもう一回洞窟にあの降りていって一、えー、人一人の囚人を、まあ、太陽のもとへと上げていくということを、まあ、繰り返していくわけで,でこういう行為のことを、えーまあ、あの哲学的な行為っていうかな禅のイデアっていうものを、まあ、手に入れるための一つのやり方ですね、まあ、哲学ではこれテオリア」と言いますけどね「観想観察の間に想起する思う」って書いてねでそういうのが、まあ、あの太陽のもとへと導くってことで、まあ、ただ僕にわせるとってこれじゃあ火って何の役やねんって感じがありますよね。 で太陽でいいじゃんとか思うんですけどもな,なんか真ん中に火を置くっていうその火という媒介がどういうものかっていうのはこのプラトン解釈でも実は非常によく分かれてるところで分かんないところでありますねこれね。まあ、でこの国家は、まあ、意外に読める本なんですよこれあの例えば前の,あの正義論なんかに比べるとまだまだ読める何理由がいくつかあるんですけどまず対話編だってこと大きいですよねだから会話体で書かれてるっていうのはあるんで,であとは何度も何度も同じことが書かれてるからそういう意味ではあの読みやすいってことはあると思うんですね。 でただ一番最後にあの、まあ、有名なんですけども「エルの物語」っていうのが第10章の最後の最後にです、ね、この本の中では、ね、え出てきて、まあ、それはエルという、まあ、非常に有名なあのお金持ちの息子が一回死ぬんですね兵士なんだけどねで死ぬんだけど普通人間は10日ぐらいで腐っていくんだけど12日経っても腐らなかったんですねそれでどういうことかと思ってというか仮装にしようと思って仮装にする直前に彼は生き返るんですねそしてエルっていう少年はその12日間自分が死んでいた時に冥界冥府に行った時の、まあ、言ってみれば臨死体験ですよね ニアススエクペリアンというのを語り始めるんですねそうするとまあごくごく簡単に言えばいいことした人は天国に行って悪いことした人は地獄に落ちるってことをまあ説明してで自分はそれを見届ける役割をまあ日本で言えばエ日本じゃない中国かな閻魔大王に命ぜられるわけですねで。それでそれを見ていくんだけどすごいのはですねその悪いことをしてた人はずっと穴の下に落っこって1,000年ぐらいですねあのそこにいなきゃいけないですね。 1,000年終わってまあ、日本の言葉で言うと年季が明けてっていうかねま毛、あ、が開いてねそれでまああのシャバに出れそうでしょそうシャバに出れそうな空間のところにもう一回フィルターがあってですねそれだけじゃ足りないって判断された人はまた奈落に落とされるってですねどんだけ地獄に落とすんだって感じなんですけどもその1,000年というのは人間の寿命の10倍っていう単位なんですよねこれすごいですよねあのギリシャ時代なのに人間の寿命100年って設定してるんですよね。 でその10倍の1000年まあいいとこに行った人は1000年たってよかったねってまた降りてきてねでまたいいことをすればいいんですけどもそれでまあどこに生まれ変わるかってことはまた別の神官たちの前もちろんあの世の神官だけどの前でこう決めていくってことで、まあ、自分たちでは結果点決められないんですよね。いうところがあってまあこれこのエルド・モンあたりが何を意味するのかってなかなか難しいんですけども基本的にはその自分の運命は自分で決めることはできないってことなんですよね。だけどまあ良い行いって魂が良い行いをしていれば えまあその自分というものがあのやがては1,000年と時間の幅がありますけどもいいとこに行けるしいいとこに戻ってくれるってことがあるのでまあソそこらで先生曰く魂に常に配慮してね良い魂をこう育んでいきましょうとそのために必要な学問が哲学だってことを言ってるんですねだからまあこれは哲学って商品を売るための,あのものすごいカタログと言ってもいいしそのためのまあコピー集と言ってもいいですよね。 名言がいっぱいもう入ったりなんかしてますもんまあ、洞窟のイデアとかなんかもそうですけどもだからそういう意味ではまあ読めない本ではないんですけど、まあ、なかなか内容的にはハードなところがありましてね、えー、まあ参考になるのは例えば松岡聖吾さんっていう編集者があの「千日千冊」っていうね、まあ、あのやってブログでも読みますがあの中で800冊の1個前かな799冊目にこれの国家についてね えー、明け方の4時になって小雨が降ってるんでこういう日はプラトンにふさわしいってもうよく分かんないこと言いながらですねあのプラトンを読んでるんですけどまあ,あのやっぱり松岡さんのプラトン感ってっ独特のものがあって非常にあの勉強になりますですね、うん、そういうこともありますしこれ訳されてるのは兄弟の,あの、ね、まだ兄弟がそういうソクラテスが試験になったのは当たり前だっていうような人が一人もいなかった時代の栄光ある兄弟の哲学の藤沢凌先生って方が、まあ、古代ギリシャ語から直接訳されててね。 でこれだけで足りなかったんで、まあ、解説本としては岩波新書で「プラトンの哲学」って本も出てますんで、まあ、プラトンってのは確かにあのヨーロッパ哲学の基本となるものって言ってホァイトヘッドは批判するけどもでもしかし逆に言うとじゃああプラトン勉強しておけば哲学のあらかかたは分かるとということになりますよねそういう意味ではあの今だからこそこういうプラトンというのは読んでもいいんじゃないのかなっていう、ね、ことは特にそういうソクラテスの弁明が正しいってソクラテスの死刑が正しいと思っちゃってる学生が多いっていうこのご時世を考えるとですよ やっぱり必要なことかなと言ってちょっと力説しすぎてしまって18分になってしまいましたけどもこれで終わりたいと思います、はい、どううもありがとうございます。